こんにちは、マースケチャンネル3です。今回はですね、楽器のお話をしたいと思います。今回取り上げるのは、これはですね、ピアノじゃなくて、キーボードなんですけれども、まあそもそもね、買ったきっかけっていうのがですね、俺はですね、もう何十年も前の昭和の頃ですね、家を引っ越す前、自宅には多分ですね、おかんの買った古いオルガンがあったんですね。で、そのオルガンを習おうと思って小学1年生に上がった時に、オルガン教室に通ったんですけれども、つまらなくて1週間ぐらいでやめてしまったんですが、そこから何年も経ったんですけれども、で、先ほどね、オルガンはもちろんね、捨ててしまったんですが、小さい頃からね、そばにその鍵盤のついたものがあったせいなのか知りませんけれども、なんか家にね、この鍵盤のついている、楽器がね、置いてないとなんか落ち着かなくて、でですね、これを買う前に、鍵盤ハーモニカ、ピアニカとか、小さいね、コンパクトなサイズの、鍵盤のついた、ミニ電子ピアノですか、を買ったりしてたんですけれども、ある時ですね、行きつけの本屋さんの隣がですね、その本屋さん経営の、楽器店だったんですけども、そこにこのキーボードが置いてありまして、まさに、ね、一目惚れしまして、というのはですね、当時ですね、これもまたアニメの方に話が移ってしまったんですけれども、映画「千年女王」の音楽をですね、シンセサイザーで有名な鬼太郎さんが手がけたんですけれども、シンセサイザーの音に、興味がありまして、ような音を出せたらいいなって思ってたところ、このキーボードを見つけてですね、でこれちょっと今、廊下にあってね、置いてあって、ちょっと暗くて見えないと思うんですけども、ほらこういうふうにずらーっとですね、いろんな音が出せるんですよ。キーボードなんですけれども、ピアノから、それからバイクの走る音とか、消防車の音とか、いろんな楽器、チェロとか、バイオリンとか、いろんな音をこう表現することができるということで、いいなと思ったらですね、当時、これがですね、5万円ちょいぐらいで、あったんですね。で、その頃少し貯金もあったものですから、早速これをですね、その楽器店に買うと言ったらですね、新品を取り寄せるのに何日もかかりますよみたいな話だったのかな、だったんですけど、この現物でしたらこれ掃除してお渡しできますよということで、この現物を、買ってしまいました。残念なことに、当時このペダルをね、オプションで付けられるようだったんですけども、ペダルは買いませんでしたが、ということで、買ってしまったんですね。ところがですね、弾けないものですから、たまにね、その音を出して、こう遊ぶ程度でずっとこれ、放置してあるんですけれども。でも、かといって、放置してあるからといって、捨てないんですね。というのはですね、いつか、それのピアノなり、もしくは、何でしたっけ。ピアノと、それから、オルガンと、キーボードと、そんなものをこう習えたらいいなと思って、いつかね、いつかのために置いてあるんですけども、でそこでですね、世の中の似たような人がいるんだなと思ったんですけども、最近 YouTube でなんとなくそのですね、ピアノとかやってる人のね、動画をね、検索したところ、これも先ほどのね、またアニメの方に話が戻ってしまうんですけれども、この曲いいなと思ったのが、僕はですね、好きなものですから、松本零士先生の銀河鉄道999映画版の、さよなら銀河鉄道999っていうね、方で使われている、音楽なんですけれども、作ったのは、庄司修さんっていうね、有名なその方なんですが、その青春の幻影ってね、よくね、松本零士先生のね、漫画にも出てくる言葉ですけども、その青春の幻影ってタイトルの、
音楽ですとかそういったものがですね、すごいこうピアノの曲ですごい良くて、あれ弾けたらいいなと思ってね、ちょっと今度は Amazon で検索してみたらですね、楽譜がね売ってるんですよね、安全化で。いずれねその楽譜を手に入れて、まあ一応ね本とかで調べて、ピアノもね独学でどこまでできるか分かりませんし、分からなかったらそれこそね、どっかでね習いに行けばいいんですけれども、その曲をね、ちょっと僕も弾いてみたいなと考えています。そしたらですね、その先ほど言いました、YouTube を見たらですね、俺と同じような人がいまして、ピアノをね、なんか初心者のようなんですけれども、先ほどの映画のね、音楽が弾けれるようになるまでこうアップの様子をこうアップしてるね方がね いらしてね、そういうの応援してるんですけども、俺もねそのように弾けるようになれたらいいなということで、まあ、このピアノの鍵盤のね楽器はね捨てないで取ってあるということです。ということで、今回は、この鍵盤のついたそのキーボードの紹介をしました。その他にですね、楽器がね、鍵盤の楽器の他にですね、楽器がやっぱり家にあると落ち着くということで、いろんな楽器持ってますので、その紹介もできたらなと思ってます。はい、というわけでですね、この動画が面白いと思ったらグッドボタン、もしくはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上、マースケチャンネル3でした。ご視聴ありがとうございました。